こんばんは。1月18日午後7時になりました。第273回しゃべくれる松代の時間です。今日の松代なんですけども、気温はねそんなに寒くなかったですね。いつもの通りですね、先ほどこの帰りましてね、夕刊見ましたらね、今日は大雪の記事ですね。もう1面からもう3面4面までね、ずっと大雪の記事、県内大雪ですね、交通が混乱、国道20号線は早期通行止め、ね、松本は31センチ、大町27センチ、松代はちょっと少なかったですね。というようなことですね、今日もいつもの通り、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、十人町にお住まいの若狭幸子さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところでね、今日は、山に登り続けて30年ってことなんですけども、はい、いつ頃からあれですか、その山に登り始めたのは。そうですね、30年にはならないけど、50年40代の後半からです。おお、はい、じゃあまだ5年ぐらいか。はい、あ、そうだね、はい、はい。年齢的にはね、はい、ちょっと遅いような気がするんだけども、はい、あれどうして山に、山に見せられて、山に見せられて、あの温泉行った時にね、うん、あの白馬村 の、うん、あの大雪渓に入ったんです、うん、で、あのちょっと みんながすごくいい景色だからって言って入ったんですけど、うんうん、ちょっと無理なもんでまた出直して、うんうん、あの再度大雪渓に行ってきました、うん、素晴らしいあの景観に見せられて、うん、山はいいもんだなって思うようになって、うん、あのやりました。はい、何その見せられて入っちゃった山に。見せられて入ったんです。健康じゃなくて、健康を、その後、うん、足腰が痛くなって山に登ったから。いえいえ、そうじゃなくて、あの勤めてる時に持病が出てね、うん、あの自分にはあの骨粗しょう症っていうことがあんまり騒がれていなかったもんで、うん、自分ではもう70、80代の骨密度がなくて、それでもう歩けなかったんです。それからこれではもう寝たきりになれば今から大変なことだと思って、うん、あのお医者に相談して、うん、山なら筋肉の、養えるから、うん、どんどん上がってくださいっていうことで検査しながら山をやるようになりました、うん、はあ、じゃあ足腰痛いから健康のためっていうか治すために山に登った。そうです、ものすごく痛い時も、うん、あのなおそういう時は傾斜のきつい山を30分ぐらい経つと、うん、あの登ると、うん、だいぶ緩和されて楽になります。山に登れば痛くなくなるの。いいえ、緩和されてね、あの傾斜地あの方にかがんでいくから腰がちょうど引っ張られる感じで、うん、すごく楽になるんですよ。はい、それを機に私は、うん、山ってあの療養できるもんでね、景色眺めたり、うん、体を良くしたり始めました。はい、そうなんですか、はい、それで初めはどこら辺から登ったの。どこら辺ってか、どこの山に。初めは里山から飯綱山から乗りました。はい、それは何、一人で登った。いえ、あの友達5人と乗りました。はい、それが何、初めて。今も友達と登り続けてる。いえ、今はなかなかの時間と天候が合わないもんで、うん、お父さんと出かけてます。お父さんって言ってるの。はい、2人で。はい、あれ一般的にさ、まあ、山じゃねえけども、はい、どっかほら旅行とかね、はい、あの夫婦で行くと喧嘩ばかせてダメだって言うじゃん、よく。いえ、山だと不思議とな、あのそれどこじゃなくて、それどこじゃない、景観眺めてあ、そう。そちらの喧嘩しないの。喧嘩しないです、景観の方やります。はぁ、うち帰ってから喧嘩するんじゃねえの。そうじゃねえか。いや喧嘩の話を追求したしょうがないな。やりますよ、どこで。あ、そうでしょ。で、山行くは何、本当にその喧嘩 しないんですよ。あのお互いにあの、うん、警戒したり、うん、あの落ちないようにしたり。あ、そっかそっか、はい、落ちないように、喧嘩してるとこじゃねえんだ。はい、そうです。なるほど、真剣そのままです。真剣な、はい、いいね。あ、そうなんですか。まあところでね、喧嘩の話でもしょうがないけども、あの今までね、はい、山に登ってどうなんですか、その印象的だって山ってのは どういうところ。あのね、これですかね、はい、去年の暮れに、うん、まあ、10月の半ばですね、うん、
あの千畳ヶ岳、ほう、ここはあの楽に行けてなだらかな山で、うん、あ、これはそうですか。はい、すごく景観が綺麗でした。はあ、これは頂上、これはあの翌日山小屋に泊まって、うん、翌日の頂上にたどり着いたところです。あ、これが山小屋。はい、いいとこだね。天気も良かったんだね。天気も良かったです。あ、はい、素晴らしい。これは何、これは翌日の、うん、稜線です。うん、あ、ここが自分のが、八ヶ岳じゃねえ、どこだっけ、千畳ヶ岳。千畳ヶ岳、はい、千畳ヶ岳で、はい、で見える山は違う、登った山じゃないんだ。はい、うん、景色ですね。はい、あ、なるほどね。あ、これが印象的だったということなんですね。夜はあの夕日に照らされてね、うんうん、山々が逃げ隠れして、とっても幻想的だったんですよ。うん、それで夜は、うん、星が瞬いて、うん、ものすごくもう本当に星が大きくて目の前に、うん、つかめるような感じに生えて、うん、夜空に生えて、ね、素晴らしい夜でした。なんか登る最中にはおっかなかったっていう、怖かった。あれはね、うん、私も経験してなかったんですけどね、うん、急斜面に氷が張っていて、うん、その上に水が流れてたんですよ。あ、氷の上に水が、水が流れてた。じゃあ滑るじゃん。滑るからね、これは大変だ、どうやって渡ろうと思って、うん、30センチぐらい の木が生えてたもんで、うん、四つ這いになって、この木が、うん、私の体重を支えてくれるかなと思ってね、うん、渡っていったんです。そういう場所3カ所ぐらいありました。はあ、怖かったね。怖かったです。はあ、そうなんですか。他にはどんな山、これが次ですか。これがそうです。これは、あ、これは大雪渓です。あ、これが白馬じゃなくて、白馬の大雪渓です。あ、これが、はい、お、ここを歩いてとか。ここはね、温泉行ったら、と向こうから反対車線から帰ってきた人がね、うん、すごく景観のいいとこあるから見てきた方がいいよって言われて、うん、猿倉近くまで行ったんです、うん、山小屋なんですけど、すごい大パノラマで、うん、ぜひ行ってみようと思って、うん、日を改めて大雪渓入りました。あ、じゃあ何、2回に分けて行った。はい、これ止まらないで、はいはい、これは2時間ぐらい歩いたとこです。うん、これは一人でじゃない、お父さんが撮ってくれたんだよね。はい、これはこれ何、なんか落書きしてあるんじゃないの。いえ、これは岩にね、うん、お疲れさん大雪渓って書いてあるんです。うん、お疲れさんか。そうです。すが小さいからおっかさんだ。お疲れさんか。はい、これはね、うん、誰でも行けるとこです。あ、そうなの。ええ、山とか危ないとかって一切なく、うん、この秋に行ったんですけど、うん、こういうの景観なんですよ。あ、綺麗ですね。素晴らしい景観です。こういうところにこういるとやっぱり寿命伸びるね。そうですね。足腰も痛くない、最近。ないです。はあ、こういうところ行くといいんだ。冬だらだらしてこたつに当たってると痛みくるけれど、うん、そうそうです。あ、そういうことなんだ。そうです。はあ、筋肉が衰えてくるから、うん、はい、その筋肉である程度骨を補強しているもんですから、うん、私は山を続けている限りはその痛みとかそういうのには耐えられると思うんですよね。うん、はい、あ、そうなんだ。はい、で、この次がこれはどこですか。これは八ヶ岳です。うん、八ヶ岳のその下のちょっと下にあるのは温泉です。本沢温泉っていう。ここにあるのがそうですか。ここに見えてるのが。そうです。これは違う、これがそうなんですか。そうです、本沢温泉。あ、じゃあここに温泉入って。温泉入りました。あ、ええ、それは何、その普通の銭湯みたいになってて。そうじゃなくて。そうです、500円で入れるんですよ。お、私はここ行くに、うん、白駒池からずっと稜線を行って、うん、くるゆりひってっていうところでテント張って、うん、その後縦走して根石岳とか夏沢峠まで来ました。うん、それから小海町とか、うん、原村とかいろんな角度から入ってます。これは
頂上じゃねえ、これは頂上の稜線の根子岳っていうとこです。根子岳っていう山の頂上。そうです、稜線に、あの稜線からちょっと入るとあのこの山へ行くんです。であのここは行きやすい山で、うん、何回も行ってます、毎年のように。で子供さんも日帰りで上がってます、うん、あ、そうそうなんです、あの硫黄岳っていう山へ上がるんですよ、うん、手軽に上がる山なんです。こ子供さんって小学校の小学校、ええ、小学校の子供です。どんどん上がってきますよ。あ、そう、お父さんと主に来ますけど、ええ、これは景色ですか、ここは。これは稜線です。うん、あのこの山に登ったんじゃなくて、これは見てる景色だね。そうです、はい。でこの下がこれが硫黄岳なんです。そうなんですか、はい。でここでは泊まったんですか。あの下にそこから降りて、うん、オーレン小屋へ泊まったんです。うーん、オーレン小屋がいろんなおじさんが、親切にしてくださって、そこへテント張って、それ山小屋に、山小屋あります。山小屋にテント張ったの。山小屋の横に、だいたいテントは山小屋の横に張れるもんですから、どのテントも、あのテント泊の人は、うん、その近辺にね、近くに、あの山小屋の近くに張って、うん、それからずっと年齢とともに無理なもんで、うん、最近は山小屋にしてます。あ、じゃあここはもうだいぶ若いとか、あのテントを背負っていくんだよね、はい、もちろん背負っていくんです。大変だね。え、お父さんが背負って。あ、そうか私がテント張るんですえ、テント張れるの。私がテント張って、お父さんが背負ってってくれるから、うん、あの疲れ、お疲れさんっていうわけで、私はじゃあ一杯飲んでて、うん、私はテント張るから。あ、何、一杯持ってくの。そう。あら、いいな、それは。あ、俺そんな話だったらまだもうすぐ飲める込んじゃうな。ご一緒しましょう。あ、いいですねその時だけ来てな、一杯のとこだからね。三田さんってあそこで笑ってるわ。三田さん、また酒の話かって言ってますよねはい、ということで、何、このテントの時、テントの時じゃない、その泊まった時に、はい、何かその山小屋の支配人おじさん、はい、なんだ、あ、その人、おじさんがね、おじさんが、親切な人でね、うんうん、お湯を沸かして火を焚いてくださって、うん、それで、野鳥の話をしたり、うん、カモシカの別れ、あの、何そのカモシカの別れって、秋になると、うん、あまり遅くならないうちに、雪が降らないうちに、うんうん、子育て終わった頃、うん、思いっきり親の鹿が子供を離すんですよ、うん、独り立ちできるように。あ、その鳴き声が一晩中鳴いてるんですよ。あ、親が独り立ちできるように子供を置いてきちゃうの。そうです、追っ払うんです。追っ払う。そうすると子供はもうこう母ちゃん母ちゃんって行く。そう、そうするとまたどん、それの繰り返しでね、独り立ちできるように冬耐えられるようにしていくんですね。はあ、それが一晩中、それが鹿の子育てですね。はあ、ねえ、大自然の中で生きていけるように。そういうことですね。はあ、親も連れやな、そういうことです ねそうですか。それ一晩中聞いてた。一晩中眠れないほど、 あっちからもこっちからも何頭もいるから。そうですか。それはじゃあだいぶ前の話なんだ。そうです。それはじゃあもうやっぱり毎年そういうのは時期、そういう時期で、秋にはね、秋には毎晩っていうことなのかな。そうです、はい。そうですか。そろそろね、時間もだいぶ過ぎてきちゃったんですけども、はい、今までどのぐらい山登ったの。いくつの。はあ、同じ山は割と乗ってますから。そうなんですか、はい、外国には行ってない。外国にはもう、うん、外国にはないです。ああ、山は登ってない、はい。やっぱりじゃあ近所の山はもう大体登り尽くした。そうですね、はい。そうですか。北アルプスの方はちょっと私も行けないもんで。うん、あ、そうですか、はい。だいぶね、もう時間も過ぎちゃったんですけども、はい、まあね、最後にね、若田さんね、はい、これからも山に登る、続ける、登り続ける。そうですね、うん、あの体の続く限り、許す限り乗りたいと思ってます。あ、そうですか、ええ、まだ50過ぎたとこだから、あとは50年ぐらい、100歳まで登れるかな。はい、
はい、よろしくお願いします。そこで入っていっちゃうかな。わ、はい、かりました。はい、ではいいね、はい、いいところですね。はい、わかりました。今日は、ね、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、お世話様です。どうぞ。はい、若狭さんすごいでしょ、ね、50歳って言ったらはいって言うんだよ50年 OK OK だ。すごいね、すごいね。やっぱりね、100歳までいっちゃうな。そうか、はい、長い人、はい、あれですね。はい、これね、今信州松代真田大博覧会っていうのはね、はい、真田丸ね、NHK でやってますんでね。昨日もやりましたね。はい、やりましたね。17日、オープニングでね、長野市長加藤市長ってね、テープカットやりました。で、真田宝物館のですね、名誉館長っていう形でね、14代当主ね、ゆきとしさん、真田ゆきとしさんに、名誉館長になっていただいたという形でね、結構ね大人数来ていただきました。で、17日からねこれやってますので、真田宝物館、それと真田邸、それと文部学校ね、この間イベントやりましたね。はい、結構皆さん来ていただいてね、楽しんでいただきました。まあ今日は雪降っちゃいましたけどね、うん、前回はね良かったでしたね。はい、市長さんもね、本当は10時半ぐらいで帰るのがね、午前中ずっといました。消えちゃったの。手打ちのお蕎麦なんかあるよって言ったらね、じゃあ食べてっかなって言ってね、食べてきましたね。そうですか。はい、結構いいあれでした。はい、まあ、そういう形でね、今年12月12日まで一応やりますんでね。というわけでね、4回ぐらいには、はい、やる予定でしたんでね、いろいろと、はい、で展示シーンを変えるっていう形で予告ですね。はい、来週は私やりますね。はい、久しぶりじゃん。うん、お久しぶりで、はい、これはね、西条のね小学校の先生、うん、西沢先生がねカルタやってるんだよ。カルタを通して地域を知ろうっていう。自分で作ってるの？うん、あの子供さん、一緒に、はい、指導してんだ。そういうことです。はい、もう今あの、ね、2年間かけて、ね、作ったっていうんでね、そのお話をちょっと聞こうかなって。はい、結構厳しい指導をして、あ、なるほど、うん、やってる。その中身をねちょっと、やりたいなと思います。はい、そんなことで、はい、それでは来週のしゃべりますのどうぞよろしくお願いします。